焼肉ガヤガヤです。はい、安くて美味しいというお店に寄せてもらいます。はい、こっちです。ここ銀座通り商店街。はい、はい、入ります。YouTube 上がります。どうも。YouTube 上がりますよ。はい、どうも。すみません。普段は5時半からね。あ、ほなちょうどや、5時半。お前ね、な、有田先生はよく来るんですか？僕はね、たまに来ます。はい、愛する家族と来ますね。はい、家族を愛してるんですね。はい、ありがとうございます。おすすめとか何かあるんですかね？ここはね、結構、はい、はい、メニュー、ウニをね、ちょっとこう包んで、お肉ね、最近流行ってますね。でね、大根おろしをちょっとこう巻いた、うん、焼きハラミ的なね。なるほど。はい、やつもあるんですよ。ハンバーグとかもあるんだよ。ハンバーグもあったと思います。英語の、これも美味しい。だから上ハラミのみぞれ焼き、はい、あ、大根、これも美味しい。大根おろしを、そう、さっぱりとっていう感じだね。はい、なるほど。あとはまあまあ全体的に美味しいですよ。メニューにしていただいて、はい、こだわりの塩タンとかね、上塩タン、塩タンもう書いてんねや、6切れとかね、特選タン、タンの切り落とし、タンツラ、タンと顎の付け根の部、へえ、ネギ塩だ、なるほど。さあ、皆さん栄東に来られた時は一度、食べに来てください。はい、今日がちょっと言っていただいたらですね、ワンドリンクサービスということですね。これね、あ、これも美味しいし、うん、ウニクラ、ウニ巻きね、これまず、うん、これ、肉寿司、ウニクラ、肉寿司も美味しいですよ。はい、あ、これ肉もあんの？そう、はい、で、大トロの炙り寿司、これも美味しい。へえ、はい、なるほど。ぜひこれおすすめですね。はい、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 で、今日、あ、ありがとう。で、これが今日のおすすめです。はい、レアステーキユッケ風、へぇ、これも美味しい。それ言いたいな、美味しい。まず要はユッケ、ユッケやね。はい、ね、やっぱりこれですわ、独占ヘルシャトーブリアン、それはこれがうまい。それはうまいわ。今日はもうとことん全部いきましょう。いきましょう、はい、はい、独占切り落としもうまい。なるほど、うまい。ナイス、うまい、はい、はい、まあ、とりあえず乾杯しましょう。乾杯します。僕生の醤油がだいぶちっちゃいかな。ちょっと小さめじゃないですか。はい。また注文するときに言いますね。はい、どうも、今日はゴルフ帰りで。はい、負けました。負けました。負けました。エビちゃんのおごりでございます。さあ、あれです。それで結構です。はい、いらっしゃい。はい、はい、お疲れ。これもうちょっとあれなの、吹いて、引き、これで引いてよ。あ、やめなきゃ。今日は桜も見ながらのゴルフで、はい、楽しかったです、はい、はい、スコアもみんな同じぐらいでね、はい、はい、はい、でも楽しく飲みましょう。はい、はい、おい、はい、どうも、はい、ありがとう。はい、こちらでます。ありがとう。うまい、美味しいです。はい、もしもし。焼肉パーティー。はい、はい、ただほんまにあの最後の有田のバーディー、うんうんうん、あれはやられた。あ
れはもう最初ほらエッジの下からやで、まあ、まあそれまだ下からのバーディー、グリーン乗ってて上りのスライスライン、いらない、ハリッタは乗ってないの、適当にやるからな、ほんまや、うん、あれ2打目、あ3打目で乗せんねんもな、うんうん、さあするようなやつ、お疲れ、もう入り口から全部撮らせてもらってます、ガヤガヤのマスターでございます、ご来店ありがとうございます、はい、一緒に回らせていただきました、今日は本当に楽しい時間をありがとうございました、こちらこそありがとうございます、乾杯させてもだけど、あ、はい、改めて、はい、はい、そうね、お疲れやもんね、そうね、しびれた、します、お前でもあるかな、バーティは素晴らしい、ほんまに、はい、ありがとうございます、次回は、次回はまたぜひね、次回はまたこの4人で行けたらね、はい、またまあ、メンバー変わるんですけど、僕も辞めるんで、僕もゴルフやります、皆さんゴルフやります、よっちゃんも優勝いないぶるから、おもろいやなんで辞めるんですか、なんで辞めるんですか、最後にね、うん、有田先輩にエッジからバーディー入れられたんですよいや、それは有田を褒めてあることで自分が辞める意味がない、素晴らしい、めちゃめちゃ素晴らしかったけど、はい、焼肉おごりをかけてたんで、あ、なるほど、おごりたくないと、いや、おごりたいどうなんやろ、ほんなんやろうや、またな、勝負に負けたんが悔しい、いや、それが勝負やから、勝つ日もあれば負ける日もあるっちゅうことなんでね、はい、はい、そうですよね、はい、まあ、今日は残念ながら、けど前勝ちましたよね、前、そうですね、そうですよね、前勝たせていただいたんで、ああ、まあまあ一勝いっぱいじゃないですか、そうです、一勝いっぱいじゃないですか、 OK、 またほんなら次回秋ぐらいにまた回れたらね、ぜひ、お願いします、お手紙書いてきました、あ、お手紙書いてカットですカットです、それどうも、また後ほど、まだ、はい、これが、これは千葉優雅に行こう、ごめん、これがどうぞ、ユッケ風ね、はい、おいしい、これめっちゃ美味しそう、マジ、これは OK なんやろ、かまいかまい、そうです、通してるのか、だってほら、はい、生ちゃうやん、そうです、美味しそう、ピエンかなんでピエン、あ、負けたから、負けたから、美味しそうで泣いてんの、え、ちょっと初めに俺取らんの、これ一品一品取らせてもらうわね、一品、リカちゃんな、はい、これ見てください、リカちゃん、ほらこれ入れて、いや、普通のお姉さん、うまそう食べます、ちょっと食べるとこ取ってくれ、はいはい、ちょっとこれうまそう、ほら炙りユッケ、あ、でもちゃんと映ってないもんな、あ、映ってない、難しい、うまい、じゃあほらこれがあるからさ、肉の甘み、油の甘みと、うん、これ見た食べて、うまい、上品なうまさ、うん、なにこれ、ユッケ、うん、うまい、やめてくれる、やめてくれる、うまい、これあの炭酸。炭酸で、はい、グラスをいくつお持ちしますか。木口乗り合わせと。バターも。何？あの焼酎割る。いや、俺ハイボールこれ。ハイボール。とりあえず。いいで。はい。これはさ、炭焼。はい、そうですね。上塩炭。上塩炭。はい。見てください。ね、品のある。品がある。美味しそう。ごちそうさまです。Yes. ありがとうございます、バーディー、最後のミラクルバーディー、はい、ありがとうございます、やっぱりドラマは、ね、うん、最後に起きるというのは本当そういうことです、男前みたいな顔せんねえよお前カップすんのつけよ、もう堺の焼肉ガヤガヤ、はい、住の家の焼肉 M 館っていう感じやな、あ、そうやね、そういうことね、そうですね、そういうことですね、はい、M 館さん非常にお世話になっております、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、でやっぱり制服は消費格やろ、そう、そう、変形ズボンを買うなら消費格、そう、栄東で刺繍は消費格、刺繍も消費格、はい、整骨院は、ひまわり整骨院、ありがとうございます、新旧整骨院、スポーツジムは
企業ガッツでございます世界の世界の企業といえば有田工業はい、そういうことですね、はい、内装、うん、有田工業です。ありがとうございます。ありがとうございますこれのみぞれ、はい、上ハラミのみぞれ焼きをさっぱり。これがもう本当に大人気商品。一番人気ナンバースリー。5本の指にあります。なるほど中古だとナンバースリーではないやな、5本の指です。オッケー、はい、佐藤、はい、下ろしましたね、はい、佐藤の切り餅ちゃうで、分かってるわ、はい、一生下ろしましたよ、はい、今日はもうこれ一生飲みましょうか、全部飲みますね。開くか、開けるね、そりゃ開くな。来ましたウニくん、これだけ、まあ、いつまで見てこの上品な、素晴らしい、ありがとうございます。あ、行きます。あ、これだね、直接かけたらない、もしくは来週の頭に。あ、緊張するな、かけすぎたら、はい、から、そうやな、はい、いい感じやな。少し乗せていただいて、なるほど、はい、ちょっと下からすくうような感じで、ぜひ、OK、いくで、いいですね。こんな感じ、どんな感じ、肉の甘い脂身、上品な脂身からの海の磯の海の甘み、もうええわ。はた、さっきから一緒。じゃなんで甘み甘み言ってるの、やっぱり佐藤やからです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。いや、うまい。これ食レポって難しいな。難しいです。一回、いや、これ実際美味しいやろ。うん、美味しい。今日食べて。ちょ。見本、見本、見本、あれ俺今のバッサリカットやから、これ初めて来た。あ、お肉が来ましたよエビさん、お肉食べるの いつも食べてますか。ちょっとね、あのお邪魔させてもらったんだけど、あ、いつもこれは美味しいから、わさびをちょっと、わさびをちょっと乗せて、あの有田先輩をずっと見てるんですけど、見てください。コスプレッシャーかけてきますよね。あ、言うよね。もしあれやったら、いいお肉も食べてくるじゃないですか。うん、わかりました。OK です。はい、いただきますよ。はい。お。はい。お。これは、うん。肉、肉。はい。肉は何の肉？これはですね、バラ。肩ロースの中の一番柔らかい。羽下を、羽下、はい、脂身がめちゃくちゃ甘い、脂が、あれ、かぶってるぞ、かぶってないやん、うん、かぶった、うまいな、ありがとうございます。肉の甘みとウニの甘みやろ、ウニの甘みっていうか、もう後から追いかけてくれやろ、ウニの甘みも、あれ、塩田先輩、あれ、はい、はい、これ、お肉です。うん、これね、僕大好きなんですけども、もうそれはいつも頼むんですか。はい、いつも頼みますね。これを頼まんと、ここにガヤガヤに来た意味がない。ガヤガヤが始まらんのと一緒やね。あ、どうせなんで、これをちょっと前でね。前でこれもちょんと乗してね。あ、そうなの。おーおー。いきますよ。おー。じゃあこっちはうまい。で、海の。食レポは。海のね、あの海の。はい、ハーモニーと、はい、ハーモニーとかぶりました。こんなんちゅうですか、もうていう、あの牛のハーモニーがマッチングした最高なブレンドの味わいです。最高、ガチョーン、いきます。お前が一番下手やないか。一番下手や、一番伝われへん、絶対売れへん。おめでとうございます。お前よりこっちちゃう、さっき YouTube お前どこに載せんねん。じゃあ俺ストーリー、え、ストーリーか、え、ストーリーズ、ストーリーズ、ちょっと静かにしてもらっていい、ちょっと静かにしてもらっていい。めっちゃうまそう、これ、もう一個頼むよ、頼む。
まで食べない。これ メニュー的に名前何でしたっけ？特選兵シャトーブリアンでございます。ちょっと待って、今ずっと油取ってるから見るから。これでの特選シャトーブリアン。はい、はい、来ました。空転から言えよ。今これヘレ、今ごちそう食べたんですけど、ニンニクチップとこのわさびを結構多めでわさび乗せたんですけど、はい、この油がわさびの辛さをまるっきり消すというか、はいはい、マグロみたいな。もうね、これ食べてみなの皆さん分からないです。ぜひぜひ食べてください。